来てるって今。あれ、お母さん来てんの？だからスマホ持たせなさいって言ってるのに。だいたいさ、なんで学校なんか行ってんの？噂になったりしたらミオが学校に居づらくなるでしょ。友達に聞けば何かわかるかもって。じゃあ直接友達に聞けば。もしかして知らないの、ミオが誰と友達か。知らないよ。最悪。ミキさんのところにも行ってないんですよね。そうだけど、ミオちゃんはあなたの…あんたに気を使ったのよ。優しい子だから。ミオの心の中にも家族の中にも土足で上がり込むあんたにはわからないでしょうけど、ミキさんこそ母親に捨てられた子供の気持ち分かってないです。はぁ、あ、どれだけミオちゃんが傷ついてるか。何すんのよ。私はいつか戻ってくるつもりだったのに。分かってるから帰れなくなって。さよなら言う雰囲気でもないな。